PC エンジンミニ795枠目、忍者龍拳伝4枠目です。ペッペン、はい、忍者龍拳伝、はい、3年恵組、ドンパチ先生さん、黒金さん、ルトさん、4個目さん、いらっしゃい。そうですね、バレーとかには、バレーには出てこないか、あの DOA に出てくるね、あの龍はやぶさ、ヨシベイさん、10万石さん、いらっしゃい。和子犬だった、サンジさん、いらっしゃい。変換間違えちゃった、テヘペロ。和骨です、PC エンジンの龍拳伝は難易度エグいと評判。まあ、ミニだから、難易度はね、安心。闇夜に佇む男が二人、赤い忍び装束と黄色の忍び装束を着た男が、13個目さん、森さんが一番さん、いらっしゃい。あ、白だった。お左上のロゴがクリスマス仕様。そうです、これもクリスマス仕様、ありがとうございます。これはね、辰年になる。トーリアーホイザーセイヤクッノーオーマイガー、どうぞ。父さんは何者かと決闘して敗れたという。何のために戦い、そして死んだのか、俺にはわからなかった。父さんが死んだ翌日、俺は父さんの部屋で俺への手紙を見つけた。龍、父さんはこれから決闘に行く。もし父さんが帰らぬ時は、我がハヤブサ家に伝わる竜の剣を持ち、アメリカの考古学者ウォルター・スミスを訪ねるがいい。強く生きるのだ竜。叩きは必ず打ってみせる。はい、というのがストーリー。赤戸大門さんでした。ノーコンキドセンでした。これは拓郎の人かな。ファミコン版は、まあ、PC エンジン版もですけどね、ボスで倒したらでも6の1までね、そこだけ戻されちゃうからね、他の面は、その6の4で死んだら6の4からだけどね、6の1まで、そう、あそこでもう、あそこで絶望しちゃうんだよね。あーって。ただ、ボス第3段階まではありますけど、第1段階で、あ、3段階だっけ ?3 段階あるけど、ちゃんと倒したとこからなんですよね。コンティニューして、6の1からコンティニューして、戻ってきたらちゃんと倒したことになってるから、そこは、まあ、親切だ、親切だけど。ロゴでクリスマス仕様になったらちょっとね、せっかくなんで、いつもちっちゃいちっちゃいロゴだけどね、大きなね、すごい細かく書いてあるんですよ、毎回ね、これね、よく見ると、この、毎回この、ゲームのキャラとかね、はい、いろいろ細かいところに凝ってある。ウィンター2023バージョンでございます。はい。素晴らしい。その細かさで自分の首を絞めました。ちょっとこれだけ細かいとね、絞めちゃいますね。素晴らしい。ちょっとね、ちっちゃくなっちゃいますけど、はい。ところでクリスマスって何ですか。聞いたことないですね。クリスマスは25日、毎年ね。さあ行きましょう。てれんてん、大将宿命イエス。デンデンデルデンデンデンデルデン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 、もう渡米してた、もう渡米してた、デン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 、なかなかなんで、デンデンデン、あ、そうだ、セーブセーブさん、これもうね、難しいから、難しいから、あれ、下手くそ、わらわら、デン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 、デレデレン、忍法シルケン、ヒットポイントがゲージになった。クリスマスは家族と過ごす日なのです。ああそうだ、ファミコン版はメモリだったんだっけ。テン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 、よいしょ。このゲームの最強の敵は鳥って聞いてます。そうでしたね、鳥ですね、メモリですね。ちょっとファミコン版の方がね、なんかキャラクターっていうか、なんかでかい感じ、ひとマップに、PC にはこれで全体見えてるけど、なんかファミコン版だと、あの今、
全体見えてない、なんかキャラクターがでかいとか、ファイキがでかいとか、背景が椅子みたいなスクロールしてますね。解像度が違いますね、なんかね、ファミコン版とね、PC エンジンで。そうですね、若干カクカクスクロールですけども、ふっ、忍法ワールドの術、デン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 、忍法火炎陣アタックホリデー、デン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 、これでカクカクとか MSX のようにながら言えるの。キャラ忍び、まあ、PC エンジンですからこれはね、忍法天井あたり43個目されてトア123 12 PC エンジンには回転切りないのか、これが風の手裏剣、123 2 YES YES、パチパチパチ、よし、やられ方がハドソンですね、わらわら、やつらは何者なんだ、俺を狙っているのは確からしいが、誰だ、キモックス、女か、もう心配ない、さあ行け、ええ、でもその前にラックスさんに似てる、何女と思って油断した。第2章脱出、赤手裏剣は取らないでいるとぐるぐる回り続けるので使い勝手が良い、勝手がいい、何、ここはどこだ、うわ、うう、麻酔が切れたよね、麻酔だけなのになんでそんな苦しそうな声してるの、いや撃たれたと思って、お前はし、大きな声を出さないで、あなたに頼みがあるの、これを持って逃げて、忍者失格ですね、なんだこの像は、大きな声出さないで、説明してる暇はないの、早く待ってくれ、君は何者だ、大きな声出しなって言ってたよ、俺を殺そうとしていたんじゃないのか、わらわら、誰か来る気をつけて、あなたが大きな声出すからよ、この女打ったくせに、わらわら、はい、大きな声出しちゃったからね、来ました、声がでかい、犬が来たじゃないか、デルルン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 、コウモリ、コウモリさん、コウモリさん、視力が低い会話、わら、無限湧きだからね、困るよね、待って、あっ、デルデルデンデルデルデン、撃ったのは疲労を本格の役入りますね、役よ、人間でござる、キニン、あぶね、撃ち寄った、オッケー、レレレ、元気になる薬を売ってくれたのか、わらわら、元気になる薬で、レレレンデン、ニニンニニニン、あれ、危ねえ、うわーい、忍法時を戻そう、わらわら、レレレン、何かあったようだが、私は知らん、忍法夢見の術、忍法、あ、ぎっくり腰に薬打ってほしい、あ、危ね、わらわら、あ、忍法回転の術、ゲームの主人公でしたっけ、あだ、あ、そうですね、そう、そのはずなんですけど、違う人かもしれない、この予報が見事的中、とあのボクサー M、 でるでん、にん、にん、とあ、忍法その場保存の術、とボクサーめっちゃかっこよかった、わら、忍法時戻し、忍法手裏剣の術、にん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 、なんかいるな、出たいる、オッケー、あぶねー、うーにん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 、あお、登ってきやがった、うえ、時を操る忍に資格なし、あぶね、あ、しまった、普通の手裏剣だった、今の赤手裏剣がよかったね、
まあいいや。にに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 。あれ。でん忍法。ワクオツです。はい、いらっしゃい。猫じゃらしさんでしたい。汚い。わらわら。忍法無限湧き。このように稼ぐのだ。よし。忍法、時を戻そう。う忍者って本当に汚かったですね。忍者は汚いのだ。わら、時間停止の術は犬には効かないというのが定説。一矢報いましたね。わらわら。あ、これ落ちない。大丈夫。あ、落ちた。落ちた。助けてくれ。しゃがんでもわらわらしゃがんでるのにあらなんだよくそこれが PC エンジンのエグさですね。わらわら切れないな。オッケー、ここで手裏剣を切ってこれは勘弁してほしい。わらこれドラキュラ伯爵出てきます。破棄作は出てきませんね。ミッキーをクリアできましたね。ミッキーはワンコインしましたよ。これワンコインクリアね、しましたよ。まあ、ワンコインの方が戻し復活より多分ワンコインでいった方が簡単だと思うけど、慣れたらね。私はね、ニコ動に動画あげました。まだ全盛期の時はね。人工火炎者全ハヤブサ&人ハヤブサ二王に出てきたゆうハヤブサのご先祖様、うん、その程度で調子のぶと名乗るなんて未熟。ふいふい、さすが筆記でなら無敵の男ラックスさん。まあ練習、要練習ですよね。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。わらわら。ピャーン。ピャーン、ね。パワーアップしてたらね、こういうとこは死んじゃったら、あぶねえ。ああ、嘘だろ。やってしもうた。わらわら。あ、ここか。やっちまったな。わらわら。忍法バーニングホイールが。忍法バーニングホイールが。これは暴走向きですね。わらわら。ほっ。よし。あら。夢見の術乱発。あれ。よし。あらやった。よし。じわーん。じわーん。あべ、ここは出てくると分かってんな。出て、クイ。よいしょ。キノコが強い。うん。上の子出たぞい。にんにんにん。実ポイントも持ち越しできないからね。これで、えい。えい、えい。痛い。二回切れない。セーブしておきます。いや、ボス楽勝ですから、ここのボスは。こいつは弱いですね。セーブしなくてもこいつは楽勝。ただね、ヒットアンドエースレイはいいだけですからもね。まあ、ご利用しでも大丈夫ですよね、今の体力差ならね。はいよ。パチパチパチ。よし、道中がきつい。どっちが来てるんですね。ボスは大体なんかどこも体力あったらゴリ押しがいけますけどね。一体この奇妙な像は何なのだろう。それにあの女の正体は。さまざまな疑惑を抱いたまま、俺は父の知り合いだし、スミスさんの元へ急いだ。わらわら。てるてるてる。第3章追跡。誰だ。ウォルター・スインさんですね。私はリュウ、リュウ・ハヤブサです。その件は、そうか、お前があのジョー・ハヤブサのせがれか。父の遺言であなたに会いに来ました。遺言、そうか、とうとう奴らの手が。ワスト・ジョーは南米アマゾンで見つかった遺跡の調査を行っていた。タカさんいらっしゃい。
その遺跡で奇妙な像とそれにまつわる出来事を書いた石板を見つけたのだ。南米ってひらがなで書くと可愛いですね。わらわら。みんなひらがなで書くとね。それには待ってください。もしやその像というのは、なんで忍者がアマゾンで。おお、まさしく。もはや奪われてしまったものと思っていたが、この邪神像は一日で大国を滅ぼすほどの恐るべき邪神の呪力が封じられておる。邪神はこの地に出て、その呪力で死をもたらした。しかし邪神を撃つべく忍びが現れた。忍びは竜神の力を借りて邪神の呪力をことごとく打ち破り、邪神を倒したのだ。しかし倒したとはいえ、邪神は死ぬことはない。そこで彼らは邪神を封じることにした。強大な力を封じるため、その呪力を光と影の像に分け、その体は神殿に封じたという。118個目3人です。その像は光と影のうちの影の邪神像というらしい。そしてジャシンゾをいただいた、セレブ。しまった。オンダリュ。はい、というわけでジャシンゾを取り返しに行くぞ。へっへっへ、いただいたね。なんというデータラグね。忍者がいながら気配に気づかなかったのか。書いてくるよね。あれ書いてこなかったっけ。この硬派な主人公が後に裸のお姉さんがたくさん出る格ゲーに参戦するって信じられません。あ、いた。あぶね、危なかった。ほらよっと。ねえ、まさかの。何個も敵なのか。トラです。トラ。あばよ、あばよ。あいよ、これ何。あ、あー、しまった。部活は忍者のたしなみです。ファミコンだとここ雪山ステージだったような。あ、そうなんですか。ステージも変わってんだ。あれなんだろうね。虎がいる。あ、炎だ。炎いいけど、ちょもう忍者しかないじゃん、パワーが。来ない。あぶね。あいて、やろう、やろう。でるでん。と。あぶね。ああし。よいしょ、よいしょ。よいしょ。パワー。いて。いて。いて。やろ。いてててて。うわ、もう復活した。あれなんだろう。うまいこと投げてきおって。うまいことな。これ中央に落ちないとダメだ。くっついて降りられない。くそ。いて、いて、いて、ちょっとダメージ受けすぎだろ。これ諦めた。アランプロセサーにいらっしゃい。体力回復欲しいね。こんなもんだとちょっと厳しいで。やだ。体力が良くないの。ここ一応アリの課長の天敵が、わら。うわ、知る。そういえばこれゲームギアにも出てましたよね。あ、忍者ガイデンがね。これの移植とはまたね、違うもんだろう。ここは厳しいんだよね。ちょっとずつ。あーい、忍者ガイデン。メガドラにもね、忍者ガイデン出るはずだったんだけど、中止になっちゃったんだよね、メガドラ版はね。おらおら。あー、ダメ。うわ。知らないことってまだまだあるもんですね。まだまだ。これさっきダメージ受けたぞ。
こうセーブして、とあ、よかった、1人しか、何が出たの、いいし、まあ忍者ガイデンはこれの海外版タイトルなんですけどね。そうですね、だからなんかそっちの海外版の方のタイトルが正式名称なしだよねいつの間にかガイデンの方がね、なんか龍剣伝じゃなくてね、よし、よいしょ、よし、よいしょ、ほいしょ、あった、ドン、あった、キャラの名前とかはそのままで全然違うものに、よし、確かに少し前に忍者ガイデンってゲーム出てましたよね。和骨です、あ、いらっしゃい、 Xbox あたりで出てたの忍者ガイデンでしたからね。忍者ガイデンですよね、あーっと、よいしょ、これでいないな、これで鳥を封じた、今だ、 Xbox 懐かしいですね、ここはちょっとセーブしないと、いかんね、あ、これ手裏剣が余ってたら余裕だと思う、手裏剣が、あああ、手裏剣が、天外魔境にいそうな敵ですね、次の日めっちゃ気持ちになりそうな動き、手裏剣がちょっとあれだったら、最近のゲームに負けないレベルでリスタートが充実、ザコ敵が、わらわら、オッケー、オッケー、パチパチパチ、ありがとうございます、えいえい、パチパチパチを、ありがとうございます、邪神像を取り返した俺は妙な胸騒ぎを覚え急いで引き返した、光の148個目さんにいらっしゃい、わしの城は、お前が城を一城ずつ持っていたのだ、またしました、もしどちらかが奪われても城が一つにならぬよ、うん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 、700人の眠りから目覚めようとして何としても止めねば、取り返すのだ、一切の竜の忍者となって、ブクブク、スミスさん、スミスさん、スミスさーん、我々と一緒に来てもらおうか、うわー、デデデン、ツーナさんありです、第4章罠、ようこそ竜はやぶさ、驚かせて悪かった、我々は CIA の特別機関のものだ、またまたしまった、私の名はフォスター、早速だが、待て、聞きたいことがある、なぜスミスを殺した、ノー、彼を殺したのは我々ではない、そのことについても話をしよう、まあ聞きたまえ、アマゾンの奥地で古代の遺跡が見つかった、2000年も前に建てられた神殿らしい、発見者のスミス博士はしばらくこの遺跡を調査していたが、急に遺跡を閉鎖すると言い出してね、だからそれ以来誰も遺跡には近づかなかった、ところがこれをある男が占拠した、彼の名はガルディア・ダッシュ、自らを邪神王と名乗っている、我々の調査によると、その話長くなる、ちょっと長くなりますよ、
あの神殿は神を祀るためのものではなく、古代に存在した邪神を封じるためのものらしい。じゃなかったノックバックだ。ノックバックですね。そして封印を解くための鍵が君の持っている邪神像だと突き止めた。スミス博士はそのことを知っていたのだろう。しかしそのために彼は邪神王の手の者に長くなるなら時間どうしましょうかね。殺された。 B29 で南米爆撃したらええやん。 NO。 黒い月が輝くとき光と影は崩れ、闇の王が蘇る。死ねに残された最後の言葉だ。ファイナルアンサー。邪神を蘇らせれば恐るべき力を手にできる。この世を支配することも。よく調べたな。 Thank you。 酒場で君を撃たすけは我々が送り込んだスパイだよ。スパイ。忍者は女に弱い。奴らは君を狙っている。これを利用して奴らの本拠地に乗り込み邪神像を奪ってくれ。 OK？ あのスケが160足込めたりしない。もちろんただとは言わん。それなりの報酬を約束しよう。マネマネわらわら、ま、マネ。嫌だと言ったら。ボスター言ってないことも言ってないですか。君はそれほど愚かではないはずだ。違うかね。おいえ。はい、というわけで南米にね強制的に行かされました。はい。 Do you think so? Oh yes。忍者ですから高いところは怖くない。今何面だっけ。これ4面だっけ。全部で6面だからまだまだね。忍者ならムササビで。おっとおっと、あ、そうだ、手裏剣があった。おっとっと、侵入したのバレバレですね。バレバレですね、もうね。マスカウトは怖いのだ。イエス。なんのこれ式と、あ、回転になった。まあいいや。ファミコン版だとこのステージお昼だったような。あ、ちょっと、あれも変わってる。OK。お、火炎の術。危ね。通過それ言う倒れたらこの世の終わりじゃね。ハイリスクすぎない。おめあーめ、うそだろ。ノー。下手、わらわら。うおー、わらわら。今ちょっとどっちに行こうか迷っちゃった。いや、右に行くか左に行くか一瞬迷いが。あ、どうせなんちょっと。ノーダメで行きたいね。ほんと、お時間ですかね。じゃあ、また来週でございます。いいところで。ちょうどノーダメにしていきたいね。迷ったら負けですね。迷っちゃったね。一瞬迷っちゃったから。あぶね。あー、そう。君には本当にいいハードですね。皆さん迷ったですね。よし、じゃあまあここでやめましょう今日は。はい、来週ステージ4からですね。わらわら。はい、ご視聴ありがとうございました。P シエンジンミニ忍者龍拳伝は毎週。か、僕やってます。まあ、多分来週の火曜日でね、クリアできると思います。はい、おでした。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 はい、おでした。おでした。おでした。はい、おでした。お疲れ様でした。放送ありがとうございました。忍法、おやすみなさい。はい、ありがとうございました。忍法、おやすみなさい。おつでござる。はい、おでござる。おやすみなさい。おやすみ、忍者龍拳伝。おやすみなさい。おでした。おやすみ、忍者龍拳伝。はい、おやすみなさい。